1年目、打率2割6分8厘、42本塁打、103打点。これで解雇された悲しき助っ人がこちら。斉藤の外角スライダーで必ず三振するイメージ。王くんのイメージしかなかったわ。膝にすごい装具つけてたやつだっけ。膝の靭帯3本切れててもう限界って言ってやめた記憶がある。カットバセ清原くんで常にワニ食ってたイメージしかない。しかし野村監督になっただけでかいことかすげえな。ホームランを取ったが野村が三振多い、一塁守備下手、チャンスに弱い、高齢なのでいらないと判断。代わりに取った外野手のマンフィーが大外れ。パリッシュもタイガースではシーズン後半バテて解雇されたから切ったのは正解だが、パリッシュが切られたのは広沢と池山の存在もあるだろう。三振の多い右のパワーヒッターを3枚並べてもしょうがないという理由で、下半身が飛びついたのはフィルダーが1年で帰国してしまったから、その後釜にという理由で、三振が多いからとパリッシュは切ったのにミューレンは重宝してたな野村。まあ外人枠の数も違うし一概には言えんけどな。ミューレンはヤクルト切られた後どっか取るかと思ったけどどこも取らなかった。ヤクルトはインパクトある外人多いな。コーナー、パリッシュ、ホージ、ペタシーニ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。